皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回はですね、本日開催するイベントについての紹介、説明ですね、していきたいと思います。で、今回は前回やった宝探しゲームですね、それの第2弾ということでやっていきたいと思います。で、簡単に説明していくんですが、こちらがスタート地点の小屋です。まあ本日の20時になったら皆さんをこちらにどんどん20時前からですね転送していきます。で、来る際は皆さん荷物など全部何も持たないでやってきてください。武器なども禁止です。で、皆さん集まりましたらこの扉が開きますので、こちらからですね、この山の方、あの山の今見えてる頂上の方ですね、あちらに向かって進んでいってもらうんですが、まあ今回の宝探しイベントなんですが、こちらの山ですね、この山のところに全部で16個ぐらいかな、宝箱が置いてあります。で、宝箱はこちらですね、この箱です。小さい箱、このウッドストレージボックスですね、こちらに宝が入っている形になります。で、皆さんもこのまま進んでいくんですが、で、このスパイクウォールですね、これよりか向こう側には全く宝箱などありませんので、まあ、こっち側には行かないように、この中側ですね、まあ、こっちがスパイクウォールないんですが、こういう下の方とかにも宝箱はありません。はい、で、今こちら頂上まで一気にワープしてきたんですが、この頂上には全部でこのような建物ですね、かまどが真ん中に置いてある変な家みたいなやつです。ここが全部ポータルになっています。一応頂上で、宝探しが終わったら皆さんここのポータルですね、エンターを押してスラッシュ PORTAL ポータルですね、これで、メインマップに帰ることができます。ただ一度帰ると戻ってこれないので、それだけは注意してください。まあ全部で16個ですね。で、16個の内訳なんですが、こちらですね、MP5 M4、あとは資材関連とかもあって、で、あとはこちらですね、サプライシグナルもあります。で、ケブラー装備も1個ずつ入ってるような形ですね。で、あと今回は C4 も1個入っています。はい、だいたい手に入るお宝はこんな感じですね。まあ結構山の方広くはなっていて、なかなか探すのは大変かと思うんですが、皆さんぜひ参加してお宝をゲットしてみてはいかがでしょうか。で、基本的宝探しゲーム、攻撃は禁止です。で、宝箱の周辺は攻撃できないように PVE エリアに設定されていますので、とにかく武器の持ち込みとか攻撃ですね、それは禁止な形でお願いします。はい、ということで本日20時から時間ですね、20時から、まあ、20時前後前からですね、まあ、10分ぐらい前からどんどん希望者の方は転送していきますので、皆様のご参加お待ちしております。以上、アフロマスクでした。